アメリカのヘインズ国家情報長官は14日、ムンジェイン大統領と面会しました韓国大統領府によりますとムン大統領は両国の情報協力関係がさらに発展して韓米同盟が一層強固になることを願うと発言ヘインズ長官は米韓同盟は安全保障同盟以上の価値を持つと応じたということですこれに先立ちヘインズ長官は13日 韓国と北朝鮮をを隔てる DMZ 非武装地帯を視察14日の会談では21日に米韓首脳会談を控えるムン大統領とバイデン政権が見直しを完了した北朝鮮政策などについて協議したものとみられます。